山岡亭怒りの聖書にてデモゴルゴンでございます。今日のデモゴルゴンはですね、天才ですね。はい、というわけで狡猾をつけてきました。はい、この狡猾をつけたデモゴルゴンなんですけれども、あの狡猾でキャンプすると、狡猾が発動するまでの3秒間は結局血族とかつけられてると、あ、届かんか、待てか、うい、そう、血族で見えちゃうじゃないですか。狡猾が発動する3秒間やったけどな、までの間に意味ないんですけど、そう、まあね、少し慣れてきたサバイバーだと今のはすぐに板戻らずに向こうに行こうとする。ちょっと見てたらそんな感じです。 OK、 じゃあ早速やっていこう。おじいちゃんを釣るじゃないですか。で、このせっかくなんで、この置いたポータルの近くに、はい、釣ると。んで、まあ、せっかくなので、さっきおじいちゃんがちょっと触ったこれを蹴りつつポータルを置くと。じゃあ、ここからポータルで移動するとそもそも探偵不可になるじゃないですか。んで、このまま突っ立ってると、もうこの辺で狡猾発動してるんですよね。このポータル移動中って突っ立ってる判定になってるっぽくて、あの、もう移動してる最中に狡猾が発動してる。だから、ポータル移動の効果の探知負荷の効果の間に狡猾が発動するから、結局ずっと探知負荷で遠方から吹っ飛んできて、そのまま狡猾状態キャンプになるので、今みたいな感じで、まあ、おじいちゃんが血族とかつけてるか分かれへんけど、血族をつけてても分からないと。ちょっとこうやるのめんどくさかったけど、あ、そうだ、こっからもう一回戻ってもう一回狡猾キャンプしよう。はい、ここで狡猾キャンプ。あ、やってる、マジ。そしてのこれボロタイあったとしても発動してないはず、今の心音消えてたから。ウィー、よしよしよし、じゃあまあこれでデビキン釣ろうか。いいね早速思い通りにはまってくれた。こんな感じでポータルと狡猾を組み合わせて IQ200 の血族でもバレない狡猾キャンパーになっていこうかなと思いますキャンパーです、今日のデモゴルゴンは。ね、あとは電波するおじけとで、ハッタオスターサバイバーの周りに誰もいない、あれ2人起きてること確認して、ノックアウトと併用していきたいなと思ったんですけど、あ、おじいちゃん不滅かな、おじいちゃんやしな、デビキンの救助とともに不滅で起き、で、おじけがめっちゃ反応してる、ん、どこ、めっちゃ近くで反応したよね今、え、この辺、あ、カサカサ、漏れるか、なるほどな、まあ追うか、この人何、今の外れるのは意味わからん。おじいちゃんもう起きた、早っ、あ、絶対不滅や、よいしょ、不滅やから、まあ、2回目ってわけじゃなくても、あの、はいずりゲージがたまんの早いんですよ、だからあんなに早く起きたいと思う、うん、まあ、今のはちょっとおじいちゃん釣った方がよかったな、まあいいや、 OK、 んーでやってる、マジか、じゃあここ置いていこうか。今日はアドオンでね、あのコモンのやつやけど、ポータル置く速度を早めてるんですよ、ね、でこれコモンやけどもめっちゃ速なるんで愛用してます結構。ああ、そうか、降りられる、でもこっから行けば速い、行け、戻ろう。でもう一個はあのポータルの影響下にいると45秒間目くらましになるっていうやつつけてるので、ノックアウトと併用して痛い倒れた生存者を置きにくくしたい、あ、いないか、なんでね、ダウンはねできるだけ通常殴りで取りたんですよね、シュロシュレッ、まあ、この場合はもう担ぎます。 DS なんか怖くない、まあそんな非人道的なパークをつけているゆるさんまあいいや、そう、シュレッドで倒しちゃうとノックアウトが発動しないので、ダウンはできるだけ通常殴りで取っていきたいな。電波するおじけは反応するんですよね、うん、
直すけいいよな。いないか、もやってるんか。よっしゃ、あとはもう最後のお楽しみですね。よしよしよし、ふい、座って、シュレットで決めたいな。最後のお楽しみのトークンを消費したくない。にょん、よし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 よいる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 、一発殴らして、一発、はい、これでトークン6、うん、見てるね。じゃあまあいいか、まあいいか、6あればいいか。このまま、はい、遠方狡猾キャンプを決めに行く。んで、あ、いた、作っていいよ。はい、オッケー。で、これボロタイ発動しないので、よし、これでいい。で、おじいちゃん殴って、あた、トーク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 ンください。オッケーこれでトークン7、あ、よくば、あー、もう一発、もう一発誰か殴らしてくれ。ダメか、おっと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 、よし、届け届け届け、やった、届いたちょっと待って、これ、これこれ戻るわ。あの、オブス優先で倒します。で、これでフルマックスお楽しみトークン溜まったので、この状態で、はい、もう DS 吐かせたオブスをやってしまうと、よっしゃ、トークンが8個で固まって最強ゴルゴになると。よっしゃ、完璧よ。んで、ミンちゃんも釣りたいな、できれば回復してる。じゃあね、しかもノックアウトが発動してて、お受験も発動しなかったから、そう簡単には起こせないはず。どこで寝転んだか分かれへんしね。うん、よしよし。しかもポータル踏んでたり、ポータルの上通ったりしてたら、あの、寝くらまし状態にもなってるから、相当起こしにくかったんです。よし、なんで、おじいちゃんは多分不滅刺された可能性でかいよね、やっぱり。うん、まあ、発電機の近くで倒れてたから起こせるか、さすがに。よし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 。よいぞ。よいぞ。ここで発電機やってないんだったら、めくらましになってるんじゃないかな、このデブキ。うん、で、はぁ、あ。OK。よし。これ、ノックアウト。戻るか。いいわ。するわこれね、なんかあのノックアウトを無理に生かそうとして、ハイズル放置しすぎるとなんか無だったりするんで、釣れるときは釣っちゃうわ。あ、でもこの2人目くらましよね、これで。まあ、釣った位置は光るからわかるけど、うん、あ、これポータルの上おったら忘却状態になるね。それやな、多分信用聞こえてなかったよ、ね、海ちゃん、ちょっと油断しすぎである、ね。よし、んで、いた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 、この人もハイズル放置。今度はね、もう DS 警戒していくわ。あー、まあ、でオブセ復活めんどくさいな。まあしゃあない、これはでも勝つがなね。お、あ、ないんや。フェイク DS。 OKOK、 たまにこういうことあるから、やっぱロッカーインは基本担いでいってた方がいいよ。あ、で、ハンターか。おじけ、あー、おじけ反応しない。あ、ちょっと探しに行くか。そんな遠くには行けてないと思うねんな。怪我状態やから声するし、怪我、声した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 。どこだ、上か、ん、ちゃうな、ん、おっと、あ、ギリ回復間に合った。回復治っちゃったらもうミン釣ろうかなと思ったけど、やっぱ声あるうちに探してよかったわ、見つかりやすくなる。よし、今のアイアンウィルあったら見つからんかったかもな。
あ、でもなんか毛が直してたから見つかったかな。毛が直す道って音も何気に聞こえるもん。で、ハッチもあったと。あ、やっとか出たわ。やっぱね、この構成今、狡猾キャンプがめちゃくちゃ刺さったから勝てたけど、あの、基本弱いんで全然ね、2戦連続でボッコボコにされたんで、うん、はい、いや、よかった。発電機、ね、このマップでこっち側に固めて、でうまく狡猾キャンプも刺さって、ノックアウトも一応、おじけが結構刺さったな、うん、ノックアウトはなんか刺さったのかよくわからんかったけど、で、お楽しみは強い、いい感じにフルマックストークンで固められたのもよかったです。というわけで、はい、天才デモゴルゴンでございました。いや、これは IQ200 やったわ。ボロタイム発動せえへんから、やっぱ強いな、狡猾キャンプって、刺さればね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。